バー。はい、マイクのテストやってたんですよね。はい、なんかこうつけるやつが今ついてるんですけど、意味ねんじゃねえか的な。いや声変わんないですね。ねえ、なんかアプリ起動とかするんじゃないですか、違う。ちょっと後で調べてみてください。はい、まあ能登半島ね、ちょっと、はい、結構行方不明者も多いっていう話で、まあ、どんどん被害状況が明らかになってきて、結構しんどそうな状況だなって思いました。今のところでも個人でボランティア行くとか物資送るとかもちょっとやめてくれみたいなことはテレビでねしきりに言ってましたが、まあなんか大口の方法でこうやっていくのはあるのかなと思います。はい、はい、それでは、今日は福祉新聞の1月2日号、はい、村木敦子さんが出てたんですよ。じゃあ知る人ぞ知る、はい、あ、ていうか知らないと潜りかな、うん、はい、元厚生労働省のね、はい、事務次官ですよ。事務次官ってわかる？わかんないです。事務次官、事務の次の官僚みたいな。何ですかね。なんか役所ってほらいろいろあるじゃん、主査だのなんかよくわかんないでしょ。僕も最初事務次官ってよく分からなかったんですよ、はい、そしたらなんとトップでございますよ。トップなんですね。厚生労働省のトップでございますよ。でそれ知らないもんだから、はい、なんか名刺交換してるけどでなんか事務次官、ああそうなんですねみたいな。でも分かんないから、はい、それでなんか竹島さん事務次官と挨拶したのとか言って、おしましたさっきなんつって、あれがトップで、あれがトップみたいな。後で知るっていうね、知らないっていいですね。はい、あ、まあいいですよ。その村木さんがね、まあ、いろんな活動を体感されてからもやってらっしゃったんですけど、2023年の6月に全国社会福祉協議会の会長に就任されたっていうことで、まあそのなんだろうな、社会福祉協議会って本当地域福祉をやっていくところですよね。まあ、それが、まあ、全国にあって、で各都道府県とか市町村にあるんですよね、はい、でまあ、そんなんでまあ、そこのトップになりましたよと。でそれの、まあ、年始だからかな、こう新春インタビューっていうのが載ってました。で、村木さんが言ってるのはやっぱりその地域の社会資源が分野を超えてつながって、みんなで困ってる人を支えようって、それが共生社会なんだよねっていうことを、まあ、当時から掲げられて目指してきて、で、まあ、今もそう思ってますというようなところですね。でやっぱなんかいろんな事業と福祉を掛け合わせていくとか、福祉同士も掛け合わせていくとか、まあ、そんなことがやっぱ必要で だよねってことを、まあ新春の挨拶で言ってました。ちょっと一文読みますね、はい、今の社会はあらゆる分野が福祉とつながりたいと思っていて期待も高い。しかし現実的に福祉といっても対象者ごとに事業者が分かれているのが現状ですということも、福祉同士も高齢者分野、障害分野みたいなで、特に我々社会的擁護、モデル事業で関わらせてもらって初めてそういう児童福祉分野、そういう世界があるんだってことを知った。それぐらいやっぱ分断されてるんですよね。なんか同じ福祉同士がそんな状態なんで、特にこの一般社会とはそういう状態なのかなっていうふうに思いますが、みんなつながりたいと思っているっていうところも、まあ、期待の一つかなというふうに思います。でね、あともう一つ、調査で、この福祉新聞の調査で、地方から首都圏に進出してきた社会福祉法人が220法人あるんだって。例えば、まあ、ちょっとあれだけど、まあ、例えば奈良とか滋賀とかから東京、千葉とか、そういうのが220法人あるんだって。でやっぱり、まあ、人材の確保の問題とか事業安定のための収益確保とかっていうと、社会福祉法人ももう勝負していかなきゃいけないから、まあ、そういうことが起きるわけですよ。だけど、村木さんがこんな風に言ってですね、ニーズのあるところへの進出は理解します、一方で地域の福祉もしっかり守ってほしいという思いもあります、採算が合わなければ撤退できる株式会社とは違うのです、
社会福祉法人には地域に必要な福祉を守る役割があるからこそ税制も優遇されている。ミッションが前提にあることを忘れないでほしいと。まあ、だから事業ばっかり追いかけて一般の会社みたいにね、事業だけ利益いくら出た、売上いくらみたいな、そんなんじゃないんだということをしっかりそこを忘れないでねと言っているということですね。全国どの地域でも社会福祉法人がやるべき課題はたくさんあるのではないでしょうか。そういう意味で社会福祉法人が単体の事業だけを行う時代はありません、時代ではありませんということですね。社会福祉法人は自分の地域をどう守るかを考え、変化を恐れないでほしいですというふうに言ってるんですね。はい、まあ、僕たちも目指せ社会福祉法人っていう命題があるから、まあ、村木さんのこの言葉ね、とっても意義深いですし、まあ、そういうふうにあるべき姿、私たちも、持ち続けていきたいなと思います。まあ、僕たちどっちかっていうと株式会社なんですけど、社会福祉法人みたいな公益事業とかやってるしね株式会社であることを忘れないでほしいって株式会社から言われちゃう気はするけど、はい、最後にね、地域には今何が必要で、それぞれ何をやるべきか、社会福祉法人の将来像を皆で考えるべき時が来ていますということでございました。はい、はい、新春からですね、まあ、福祉っていうのはやっぱもう今分野を超えてつながっていかなきゃいけないし、その福祉同士の分野のつながりと、あとその一般社会とのつながりと、両方やっぱやるべきでしょうっていうことと、例えば福祉法人っていう表現されてましたが、まあ、福祉をやる我々が本質を忘れちゃいけないっていう、もう一回そこに立ち返ろうっていう新春のご挨拶だったかなというふうに思います。村木さんね、本当優しくてね、まあ、言い方悪いんですけど、なんかこんなおっとりされた方が事務次官ってなるわけですよ。わかんないですよ、当時はわかんないですけど、はい、なんか本当にとても素敵な方で、僕も出会うとですね、いつもご挨拶させていただくんですが、はい、まあ、そんな村木さんが新春ご挨拶されてましたというお話です。というわけで今日はおしまいです。さよなら。